さあエッジさん、これではキリがありません。次から次へとしつこすぎるわ。まったくモテすぎるのも困りものね。また来たのよ。一体どうなってるのよ。すごいです。全てを完璧に打ち抜いている。一体何が起こってるの。わかんないよ。油断しないで、何かが来る。新手か。間違いない。あれはエルダーの船です。あの人があれほどの見事な射撃をしたのですか。一発も外さないなんてすごいよ。でも誰なのよ。彼は、あいつは、第13独立機構部隊の…エイルマット、you
片付けちゃった。どうやら無事 EN2 に着いたようだな。あの時は世話になったな、バッカス。よっ、エッジ、レイミ、久しぶり。とっくにくたばったと思ってたよ、クロウ。やめろ。そこでじっとしていなさい、坊や。巻き添えを食いたくなければね。君はどこかで会ったか？基本的に美人は忘れないんだけどね。いいね、いいわ。やっぱり坊やについてきてよかったわ。こんなにも早く仇に会えたんだから。やめて、きっと何かの間違いよ。あんたが忘れても私は忘れない。一秒たりともあんたの顔を忘れたことはない。あの人の仇今こそ撃たせてもらうわ。ミュリア、ミュリア、もしかして。すまないミリア、少しだけ待ってくれないか。離せ、離せ。預かっているんだ、ルシオ・ティオニセスから。なぜルシオの名を。さっきの缶は落とした。安心しろ、もう敵はいない。君たちが助けてくれたのか。ルシオ。あの時ルシオが残したメッセージだ。君に聞いてほしい。
何を言ってるんだ。おい、これは地球の船だ。敵じゃない。安心しろ。私はモーフィスのルシオ・ティオニセスだ。くそ、言葉が通じない。その船はもうダメだ。早く脱出するんだ。勇敢なる男よ。いつの日か私の言葉が届くことを願い、このメッセージを送る。願わくば伝えてほしい。私が彼女に残せる最後の声を。最愛の妻ミュリアよ、君だけを宇宙に逃したことを許してほしい。死にゆく私が君を守るにはそれしかなかった。ミュリア、私が君に残せるものはあまりに少ない。君と出会えた幸福に感謝を。君と過ごした輝ける日々に感謝を。ミュリア、いつまでも愛している。なんだそれは。おい、どうした。応答してくれ。ミュリア、しっかりしろ。ダメだ、死ぬな。君は生きて幸せ。どういうことだ。エイオスへのワープ事故の時だ。ワームホールから放り出された俺たちはカルディアノン艦に襲撃されている船を発見した。俺たちはカルディアノン艦を倒した後、乗組員を救助しようと通信を送った。だが聞いての通りだ。まともに話をすることもできなかった。おそらくミスタールシオの艦が攻撃を受けた際、通信機の翻訳波形出力部が破壊されたのだろう。じゃあ僕たちが今の会話を理解できたのは翻訳機のおかげなのか。そうだ。俺もバッカスに出会い、翻訳機を受け取って初めてこのメッセージの持つ意味に気づいた。ミュリア・ティオニセス、任務の傍らずっと探していたんだ。やっと渡すことができた。そしてやっと謝ることができる。すまない、君の大切な人を助けられなかった。
そっとしておいた方がいい。僕たちは僕たちにできることを。クロウ、聞かせてくれ。エイオスの開拓基地は壊滅状態。おまけにファントムとかいう未知の敵までいる。そしてそこにお前がこうしてやってきた。偶然なわけはないよな。みんなバッカスと行動を共にしている以上、ある程度は理解している。そう考えても平気か？カルディアノン母艦で一通りの説明はしておいた。結構。それなら話は早い。そういえば、二人にはまだ話してなかったっけ？私のことなら気にしないでください。話の腰を折るのもなんですから。後で皆さんに分かりやすく説明してもらいます。私もそれでいいよ。サラと同じで難しいことは苦手だもん。リムも。君はすでに一緒に聞いているでしょ。仲間外れは嫌なのよ。リムもサラタンやメリタンと一緒がいいのよ。それはどういうダダのこね方ですか。楽しげな仲間ができたじゃないか。まあ、おかげでいつも助けられてるよ。なるほど。モーフィスと接触したことで俺は知ったんだ。今この銀河が危うい状況にあるということ。銀河が危ういか。少し前の僕なら信じようとはしなかったろうな。だが今は違うだろう。いろいろあったからね。宇宙開拓を投げ捨てたクロウの覚悟はよくわかる。別に捨てちゃいないさ。それよりも重大なことがあると知っただけだ。クルーも納得して行動を共にしてくれている。それでその危うい状況というのはこのエイオスで起きたことに関係が？大ありだ。とはいえこの惑星だけのことじゃない。お前たちもカルディアノンで見たはずだ。人を、そして星すらも変貌させる存在。そう、グリゴリだ。グリゴリ。そいつを追って俺は今銀河のあちこちを巡っている。じゃあお前がエイオスに来たのは？ああ、この惑星にもグリゴリが確認された。それを破壊するために俺たちが派遣された。もっともこれは別任務のついでだがな。つまり私たちが採取した隕石のかけらは？かけらにしか過ぎなかった。グリゴリ本体が別にあったということでしょうね。もっと早くに気づくべきでした。待てよ。じゃあ隊長たちはグリゴリの影響を受けてカルディアノン人のようになってしまったのか？いや、そいつは違う。モーフィスによって新事実が解明されたんだ。グリゴリが周囲の物体に及ぼす影響は異常進化だけにとどまらない。奴らは情報を取り込むんだ。人でも機械でも何でも。そして取り込んだ情報を画一的な無機物として再構成し、無限に複製していく。お前たちが戦ったファントム艦やファントム兵はそうやって生み出されたんだ。グリゴリとファントムはつながっていたのか？ああ。情報を取り込み複製。まさか。そうだ、開拓基地を破壊したのはファントムだ。そしてそのファントムの情報となったのはエイオスに来た SRF スペースシップとその隊員たちだ。グリゴリを調査した際情報を奪われたんだろう。
そ、何なんだよグリゴリって。何だってそんなことする必要があるんだ。理由なんてわからない。でもこれ以上悲劇を繰り返さないためにやるべきことがあるはずだ。みんなの犠牲を無駄にするわけには。僕は一体何をしていたんだ。なぜそばにいられなかったんだ。守れなかったんだ。エルダーの同胞たちがグリゴリの脅威にさらされていたのに。君はエルダー人だったな。実は俺が説明する。エイルマットいいのか。問題ない。エイルマットさん、あなたはエルダー軍の所属ですよね。なぜ基地を守れなかったんですか。警備は軍の管轄だったはずです。エルダー軍は壊滅した。え、軍に限らずエルダーのあらゆる組織はもはや存在しない。同胞たちは今移民艦で宇宙に出ている。移民艦？移民ってどこへ。受け入れ可能な開拓惑星はまだないはずです。故郷を失った流浪のために他に選択肢があるか。故郷を失った。何ですかそれ。エルダー本性で何があったんですか。俺たちの故郷は消えた。この宇宙の塵となった。ただそれだけのことだ。冗談ですよフェイズ。教えてやる若造、ありのままの真実すべてを。いや、いやだ、聞きたくない。そんなもの知りたくない。エルダー系太陽が急速に虚勢化を始めた。滅亡の日は100年早まったのだ。エルダー人は本性脱出を決めた。だがそこへあのファントム艦隊が現れた。偶然ではあるまい。おそらく太陽の虚勢化も奴らの仕業だ。エルダー人を全滅させるために二重の罠を張っていたんだ。俺たちは戦った。一人でも多くの同胞を逃がそうと。しかし私も部下も次々に散っていった。俺が最後に見たのは。そして俺はこの男クローに救われここに至る。そんなの嘘です。嘘だ嘘だ。あなたは嘘つきだ。うろたえるな若造お前もエルダー人ならたとえ故郷を失おうとエルダーの誇りまで失うな。フェイズ、
エルダー人はまだ滅んじゃいない。ガガーンさんが偶然本性に戻っていて脱出を指揮してくれたんだ。ガガーン総司令は生きて、失った命と故郷を嘆くなとは言わない。だが絶望はするな。生き残ったエルダー人がいる限り君にはまだやらなきゃいけないことがあるんだ。はい。もう大丈夫です。ありがとうリムル。でクロウ、これからどうするんだ？もちろんこの星のグリゴリを破壊する。あとはエルダー移民艦隊の護衛だな。ここにエルダーの同胞が来ているんですか？ああ、大気圏外でアキラと待機している。俺だ。何？分かった、なるべく早く戻ると伝えろ。それと全速で逃げろと。いいな。しくじったな、俺のミスだ。何かあったのか？アキラからの通信だ。移民艦隊ともどもファントム艦に襲われている。何ですって？俺は上に戻って指揮を取る。グリゴリよりも今は彼らの安全が優先だ。分かった、クロウはエルダー人を守れ、グリゴリは僕たちで破壊する。エッジ、エルダー人は絶対守るべきだけど、グリゴリだって放っておけない。だからここは僕たちに任せろ。あとには引けないぞ。ああ、覚悟の上だ。分かった、お前たちに任せる。エッジについて行ってくれ。グリゴリの場所はお前も知っているだろう。お前がそう言うのなら俺に依存はない。とりあえずまたここでお別れだな。なに、目的は同じだ。またすぐに会えるさ。俺と同じ思いを持った以上、お前も EN2 に行け。そして銀河を救う道を知るんだ。分かった。うん、あとは頼むぞエイルマット。ああ。待ちなさい。あんたはまた助けに行くの？ああ、だから今はまだ君に殺されるわけにはいかない。君の大切な人を救えなかったのは事実だ。君には俺を好きにする権利がある。それでも今は待ってほしい。頼む。バカだねあんた。見ず知らずの人間のため七に飛び込む、ほんとバカにしかできないわ。ミュリア、どうやら坊やの勝ちみたいね。勝ちとか負けとかそんなんじゃないよ。僕はただ仲間を信じていただけだ。坊やたちの面倒は任せておきなさい。それが私とルシオからのあなたへの感謝よ。ありがとう。さあ僕たちも行くぞ。
ってください。どうしたフェイズ。僕はあなたに謝らなくちゃいけない。何があろうとついていくと約束しました。けれど同胞の危機を聞いて僕の心は。なあフェイズ、あの別次元の地球が消滅した時から僕はずっと迷いっぱなしだった。そんな僕を今日まで支えてくれたのは仲間だ。エッジさん。だから仲間の大切さを僕は知っている。君を止めるつもりはない。だけどこれだけは忘れないでくれ。僕たちも君の仲間だということを。ありがとうございます。気をつけてくださいねフェイズさん。ミスタークローと共に EN2 で会おう。迷子になっちゃダメだからね。フェイズくん、お元気で。あの男に負けないよう、しっかりやりなさい。若造。これは、ソルの。コントロールユニットだ。持っていけ。ありがとうございます。それでは皆さん、僕はこれで。そんなに僕に言ってほしくないですか。このマント似合ってるって言ってくれたら考えてみてもいいですよ。そんなの全然似合わないのよ。それは残念です。リムちゃん。ありがとうございます。同胞たちは必ず僕が救ってみせます。たとえこの命に変えても。